日向型と出雲型の誕生によって、来年にも日本の空母は4隻体制となる。空母を4隻保有していること、または2タイプあることは何を意味するのでしょうか。そして、戦闘機搭載に関しても議論される日本の空母は、今後、どうなっていくのか一緒に見ていきましょう。まずは、日本の空母が4隻になる意味について考えてみましょう。2015年10月に実施された海上自衛隊の観艦式は、3年に一度行われる海自最大のイベントであり、当時の最大の目玉となったのが、新鋭護衛艦出雲の初登場であった。出雲は、2015年3月に就役した全通飛行甲板を持つ航空母艦である。そして、海上自衛隊の航空母艦としては、日向型の日向、伊勢に続く3艦目となった。しかも、出雲は、日向型に比べて一回り大きく、自衛隊最大の艦艇となって誕生したのだ。また、同年8月には、出雲型の2番艦、加賀も進水しており、現在は、偽装作業が完了して、試験航海も11月に行われた。この加賀が就役したことで、海上自衛隊は、日向型と出雲型をそれぞれ2隻ずつ、合計4隻の航空母艦を保有することになった。艦艇は、長期にわたって、ドッグ入りする整備機関や乗員の訓練機関、そして、実戦投入が可能な機関を必要とし、それぞれが3分の1ずつを占めるため、4隻体制となったことによって、常時1から2隻の航空母艦が即応可能な体制を取れるようになった。しかし、実は、この日向型と出雲型に求められる役割や能力が若干異なっていた。まず、この動画を見ている人の中には、日向型と出雲型は護衛艦であり航空母艦ではないと思っている人も多いでしょう。しかし、それは完全な誤解である。海上自衛隊における護衛艦とは、水上を航行する戦闘能力を有する艦艇に与えられる艦種であり、一般的には、軍艦あるいは戦闘艦に該当する用語となっている。例えば、金剛型や愛宕型は護衛艦とされているが、世間一般的にはイージス艦と呼ばれているのと同様に、日向型や出雲型も護衛艦ではなく、実際は航空母艦と呼ばれている。この航空母艦、日向型の日向と伊勢に関しては、満載排水量1万9000トン、全長 197m となっており、出雲が就役するまでは、海自最大の艦艇として君臨していた。主な艦載機は、SH-60J、K、シーホーク哨戒ヘリコプターであり、3機を同時に発着艦させる能力を有するほか、飛行甲板とエレベーターで結ばれた格納庫内には、最大10機も収容可能だ。そして、日向型の主任務は、我が艦隊への敵潜水艦の接近を阻止する追戦作戦である。そのため、単魚雷発射艦及びアスロック対戦ミサイルなどを格納する16セルの垂直発射装置 VLS を有し、航空母艦としては結構な重兵装であることが特徴的である。一方で、出雲型の出雲と加賀は、満載排水量2万7000トン、全長 248m と、前述した通り、日向型よりも一回り大きく、SH-60J、K を5機同時に発着艦可能であるほか、格納庫内には15機も収容可能である。しかし、日向型のような単魚雷発射艦や VLS は有しておらず、最低限の自衛用兵装しか搭載されていない。そのため、潜水艦への攻撃は、SH-60 や両艦に委ねることになる。そして、F-35B 垂直離着陸戦闘機の艦載を語る以前に、最低限の兵装しか持たない出雲型は、対戦能力重視型の日向型に比べ、より広範な任務に対応できる本格的な航空母艦としての機能が重視されている。例えば、日向型、出雲型は、共に、手術室と集中治療室を備えているが、病床は、日向型8床に対し、出雲型は35床も準備している。そのため、当初防衛における上陸作戦時のヘリコプター拠点としては、出雲型が優先されるだろう。また、出雲型の方が飛行甲板も広く、
大型の榴弾砲や軽装甲機動車を展開するにも有利である。これはあくまでもどちらがよりその能力が高いかという話であり、ヒューガ型が上陸作戦の拠点となることも考えられるため、出雲型も対戦作戦の中核としての役割を担うことが可能だ。そしてヒューガ型と出雲型の両艦いずれも SH-60J-K の他に大型の輸送掃海ヘリコプター MCH-101 を艦載させる。しかも必要に応じて陸自の UH-60JA ブラックホーク、 UH-1J ヒューイ、 CH-47J JA チヌーク、 V-22 オスプレイの運用まで行うことができる。一見すると空母のような大隅型は劣気とした輸送艦で上陸作戦に特化している。ヘリコプターの発着艦も可能だが、格納庫を持たず固定の艦載機もなく、一般的に航空母艦と呼べるような能力は持ち合わせていません。日本を取り巻く九州離島環境の安全保障における最大の課題が浮上し、これを解決することを想定した日本版海兵隊水陸機動団が発足する中、懸念されていたのが海上輸送力の確保であった。有事では、第一空挺団による空挺降下や現地空港を活用した迅速な空輸も行われるだろうけども、多くの人員や装備を運ぶとなれば海上輸送に頼らざるを得ず、そこで必ず投入されるのが海上自衛隊の輸送艦大隅型というわけだ。大隅型が登場する前の海自は2000トン級の低速輸送艦しか持っていなかったため、輸送力と高速航行力を兼ね備えた大型輸送艦を切望していた。そして日本政府も1990年代の PKO 派遣を鑑みて、外洋航行に適した大型輸送艦の必要性を痛感した結果から、大隅型3隻の建造を認可した。それまでの海自輸送艦が海岸に乗り上げるホバークラフト型だったのに対して、大隅型は沖合に展開しつつ、L 客集艇や輸送ヘリを使った揚陸方法を採用する運びとなった。特に、米海軍でもよく目にする L 客集艇は、最高時速 92km という快速を誇りながら、戦車1両または大型車両3、4台を一気に海岸まで運ぶことが可能だ。大隅型の全体としては、陸上自衛隊の1個中隊に値する約330名の歩兵を乗せて、長期航行に備えた居住スペース、まだ確保されている。一方、装備面では、73式大型トラックならば、最大65両、重さ50トンの90式戦車でも18両を乗せることができるため、大隅型が3隻いたら、1個連隊規模の輸送ができる計算になるということだ。また、海自艦艇として初となる全通式甲板を採用したおかげで、CH-47 輸送ヘリのような大型ヘリの離発着が可能となり、最近では、改修工事も入り、V-22 オスプレイの運用にも対応できるようになった。ただし、前途したように、航空機用の格納庫と整備機能はついておらず、アメリカ級強襲揚陸艦などと比べると、航空運用能力は極めて限定的である。ところが、一定の航空運用能力しかない大隅型でさえも、収益時は空母や強襲揚陸艦ではないかと、一部の無知識人の指摘を受けた。格納庫を持たず、車両用エレベーターしかない大隅型が空母となれるわけもないのに、無理やりスキージャンプ台を設置したとしても、22ノットという速力と 178M の全長では、固定翼機の運用は不可能である。この格納庫がないという点は非常に重要で、これをもって、大隅型は、強襲揚陸艦でも空母でもなく、ドック型輸送揚陸艦に分類されているわけだ。やはり、空母や強襲揚陸艦という表現は、国家の威信財力の象徴としてみなされることが多い。すでに、そうした風潮は強く現れており、ヒューガ型、出雲型に、艦載予定の F-35B、ライトニング II 垂直離着陸戦闘機の議論がなされているくらいだ。攻撃は、最大の防御と言われるように、すべて日本を守るためにやっていることなんだから、国民の皆さん、もっと理解しましょう。